になんかすずから話しておきたいこととかある？11月来月1ヶ月旬だより様子見しようかなって思ってて。なんかみんなが辛いとかっていうわけじゃない、なんかやめたいってわけじゃないんですけど、就活をそろそろやりたいなっていうのがあって、でなんかこれまで1年間ぐらい休みなくずっと走ってきてじゃないですか。なんか一回止まってなんかこれからのこと考えたりする時間取った方がいいのかな、取りたいなって思って1ヶ月休みしようかなって思いました。応援してますお久しぶりです。お久しぶりです。元気だった？すずめちゃめちゃ元気でした。よかった。この2週間ぐらいはどういう風に過ごしてたの？1週目はまだちょっと仕事が残ってたので仕事やりつつ、あと友達と遊びに行ったりとかいろいろしてました。で、先週からはちょっとずつ就活を始めるかなって感じですね。先週からちょっとやってはいたんですけど。今日はどういうイベントに参加するんですか？今日は JobTV さんの就活マッチングイベントがあるっていうことだったので。企業さんに自己 PR する時間もあるらしいけど。はいはいはい。前回に内定の登竜門で、はい、いろいろフィードバックもらったと思うけど、はい、そこの改善とかは伸ばしてきました。具体的にはまず挫折とか、なんかなんでやりたいのかと思ったのかって、その2個がないって言われたんで。最初の自己紹介が長いっていうのもあるし、はい、長いし足りてない、足りてないって意味で言うと、取り組んだ理由とかなぜそれをやろうと思ったのかとか、苦労したエピソードとか、そういうなんか具体的なエピソードが欲しいんですね。その2個はちゃんと入れて、あと数字が多すぎるって言われたので、そこも1個に絞ってきました。頑張ろう。頑張りましょう。これから株式会社ベクトルの会社説明をさせていただきます。この気分を聞いています。で今そうそう説明会聞いて、今のところどこの企業さんがいるか正直あんまりないです。よろしくお願いします。今は学校を休学しながら旬だよりという就活 YouTube チャンネルでインターンをしております。ディレクターっていう動画を作ることをやっていて、今1年ぐらいインターンしてるんですけど、1年間で100本、ちょうど数えた100本だったんですけど、100本動画を制作したりとか、そこに出てもらう就活生をキャスティングしたりだとかっていうことをやっております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。結構大きな会社じゃないですか。だからその一気通貫っていうのはできない感じですか、仕事内容としては。お疲れ様です。説明会動画聞いてからさ、はい、どこも合わないかもみたいに言ってしまう。はいはいはい、正直で最高だねでも一人一人話聞いてきて、1個目のベクトルさんはクリエイティブ系のこともしたいんですけど、今そのダイアリーで採用候補の動画作ったりとかっていうことも PR っぽいことしてるじゃないですか。それも自分の中で苦ではない、めっちゃ楽しいだけじゃないけど苦ではない。エントリーしたって感じです。お疲れ様です。イベントどうだった？イベント楽しかったです。楽しかった？楽しかった。ときめく企業さんがあったんですよ。さっきさ、途中の時にさ、もうちょっとも興味ないって言ってたじゃんあれ変わったんだじゃん。変わりましたね。2社。2社？どの企業さん？ベクトルさんとニューステクノロジーさんっていう会社にときめきました。へー。どこが良かったところある？今の代理の事業やってること楽しくて、それに似てることをやってたので、こういうこと仕事にしたいなって思ってることをもうちょっと大規模でやってる会社さんだったので、あ、めっちゃ楽しそう。私のやりたいことど真ん中でした。ベクトルさんは PR 面白そうだなって話聞いてて思ったので。じゃあエントリーしたのは4社中2社2社です。でここからは相手企業さんがすずをいいと思ってくれたかを待つって感じですね。はい。でもベクトルさんの人事さんが待ってくださってるってことなので、私はねいいと思ったんですけど、ベクトルさん側いいと思ってくれてるか分かんないので。ぶっちゃけマッチングしたと思う？してなかったら悲しいですね。行きました。分かんないけどね。分かんない。お疲れ様でした。お願いします。はい、お願いします。で、エントリーしました。あ、ありがとうございます。はい、じゃあちょっとこちらからも結果をお伝えさせていただきますが、はい、ぜひこちらもですね、スカウトを送りさせていただきたいなと思いました。よかったです。エントリーしたいなと言っていただいて、すごく一番高橋さんの良かったなと思った点が、短時間で自己 PR をご自身からこう簡潔にお話ししてるのがすごく良かったなと思っていて、でやってる内容に関してもベクトルグループで実際にやる業務にすご
く生きる経験だなと思ったので、はい、すごくスタートを送らせていただきたいなと思いました、はい、ということでありがとうございました。今後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よかったです。ほっとしました。プロフィールに写真貼らないといけないんですよね。ジョブ TV さんで証明写真撮ってもらえるサービスがあるっていうことなので行ってみたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きますね、まあはい、軽く何枚か撮っていきます。はい、そうですね。あ、いい、素敵じゃないですか。楽しい、楽しい。結構笑っちゃってません？いいんですか？あ、全然全然。1枚目こちら、はい、2、3、4、5、6で、今なんか業界とか決まってなくて、まあどこにしようかなみたいな迷ってるのであれば2が一番使いやすい。2でお願いします。ありがとうございます。どういうことしたいのって、その共通点はとか、どういう経験これまでしてきたのとか、なんかでもそういうのやったら面接でこういう感じで突っ込まれるから、こういう回答も準備しとかなきゃいけないよみたいな。ああ、そういうことね。しっかりアドバイスしてくれた。お星様と話します。就活についてね。よろしくお願いします。うぃーす。人生が変わった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 。じゃあ一日お疲れ様です。お疲れ様でした。どんな風になっていきたいとかはある？あ、まあ、最終的には自分の行きたい企業から内定もらいたいですけど、とりあえず今月中だと、SPI をのやつを友達と一緒にやるので本何週かやってっていうのと、面接今月何回かやりたいなっていうのと、あと今日ね行った企業さんめっちゃ自分興味あるので、 OB 訪問とかオファー多分来ると思うんで、この後それで面談とかしていけたらなと思ってます。引き続きやることたくさんだけど、すずのいいところは全部楽しむところだから、はい、楽しみながら疲れためずに頑張ります。お疲れ様。お疲れ様でした。ありがとうございました。一日ね、また会おうね。はーい。